なんと、はま寿司で、冬の旬ネタ祭り始まりました。で、ちょっと金額的にやばいんですよね、ね。だから、実際、食べると、厳しいので、金額的に。この広告で食べた気になるっていう動画作りたいんですけど、まず見てください。目玉商品、広島県産牡蠣握り1貫100円。とりあえずこれを5皿食べたと。で、次は見てください。これ北海道産大切り天然ぶり、贅沢1貫150円。これ脂乗ってて美味しそうだな。これも3皿ぐらいいくか。はい、ごちそうさまでした。で、次は宮城県産大切り金華寒サバ。これは2貫で150円だから良心的ですよね。この大切りいないですよね。小切り2貫で100円にしてほしいです。小切り、はい、これも3皿ぐらい注文で。これ見てください。大間の天然本マグロ特別入荷、数量限定、1貫で290円。俺、マグロはあんまり好きじゃないから、2皿ぐらい。意外と白身とか貝とかそういうのです。で、これは北海道産、雪誉れ大豆塩。手、なんとか、身、湯葉の握り。梅肉添え。1貫で100円か。これあんまり前食ったけど美味しくなかったんだよな、俺。湯葉。これも2皿ぐらいかな。来ました。あんこうの天ぷら握り。2貫で150円か。あんこうの天ぷらも食べたときないですよね。これ白身の揚げ物だから、これ5皿いきましょう。5皿。で、マダラ白子軍艦。これもあんま美味しくないな。これは1貫だけちょっと試しに食べてみます。1皿注文します。で、これがやばい。金額的にやばい。トラフグ2枚乗せってどういうことなんだ。あ、薄切りを2枚乗せか。これも特別入荷だ。数量限定。フグも食べた時ないなぁ。高いから。これ5皿いくか、5皿。で、これ。黒毛和牛1貫で290円。肉あんま。これも一応、2皿いくか。お腹いっぱいになった。これ見てください。これ無料券ついてるんですよ。無料券。100円の皿、1皿無料って。1皿注文して、1皿注文して、2皿にしますよね。で、もう1つを無料にすれば、2皿で100円で食えるって計算なんですよね、これね。あとこれ、青さ、お味噌汁、100円引き。これもあれですよね。青さなら100円ちょいじゃないですかね、多分。だからこれとこれ使って、すごい安く食うんじゃないですかね。
浜寿司って意外とないな。郡山、郡山、須賀川、白河、いわき。福島に5店舗しかないんだ。そんなもんか。福島に5店舗もあれば十分か。白河店と須賀川店。あと2月3日から海鮮恵方巻き始まります。これ、1本680円ってこれ、良心的じゃないですかね。海鮮恵方巻き。だってコンビニの恵方巻きめっちゃくちゃまずいですよ。そしたらこっちの方が絶対うまそうな。けどこれ遠いから、ガソリン代かかるな。取り行くの。やめとくか。近所のコンビニで行くか。食わなくてもいいか。高いから。以上。